グラムメタルはヘビーメタルのサブジャンル。1970年代末に生まれ、1980年代に世界的に人気を博した外見に大きく禁する音楽ジャンルである。なお、これらのバンド、アーティストの内主たる活動拠点がロサンゼルスであるものを日本では LA メタルと呼びジャンル上細分化している。ニューヨークドールズはグラムメタルに影響を与えたバンドの一つと知られている。 髪はロングヘアをスプレーで膨らませ濃い化粧を施しケバケバしく肉体を強調した衣装とアクセサリーを身につけた。そのいでたちは1970年代にイギリスで生まれたグラムロックと比較されレザーやビオをまとったクラシックメタルと並ぶヘビメタルの大きな特徴となった。そのわかりやすい特徴のためブーム終焉後もヘビメタルの外見的イメージに 大きな影響を与えている。音楽性は、グラムロックにくくられる。イギリスのアーティスト、ティーレックス、スレード、デビットボーイなどよりも、ニューヨークドールズ、キス、エアロスミス、チープトリックのようなアメリカのバンドや、AC、DC などの影響下にあるシンプルなリフを基本に、ヘビーメタルのリズムをアップデートしたものが多かった。歌詞は愛をはじめとして、セックス、ドラッグ、アルコール、 反抗心などがテーマとなっていた。このようなルックスとパフォーマンスのきらびやかさ、そして若者の欲望をストレートに歌ったシンプルでポップなサウンド、同時期の MTV などのメディアとともに、1980年代初期にアメリカを拠点として人気を得た。初期のグラムメタルで人気を呼んだのはクワイエット・ライオット、モトリー・クルー、ラットなどである。1980年代中期にはさらにポイズニア、 ボンジョビなど新しいバンドが続々対等してきた。この頃には売り上げが数百万枚を数えるバンドが続出するなど世界的な一大ブームとなっている。新人バンドや LA 出身のバンドのみならず、ハートやホワイトスネーク、スコーピオンズといった1970年代から活動するベテランバンドもグラムメタル風の見た目を取り入れる傾向があった。 しかし1980年代末期にガンズローゼズラが登場して以降グラムメタルとして扱われていたバンドも派手なメイクを控えるようになっていく。1990年代に入るとグランジやオルタナティブメタルのバンドがメインストリームとなりグラムメタルのブームは急激に衰退していった。ただしグランジの人気とは関係なく似たようなバンドばかりデビューしたことで C 自体が劣化したことが原因との意見もある。2000年代以降は、ザ・ダークネス、ネガティブ、ビ e グワ t i v e We g イ、エブロークンハートなど、グラムメタルに影響を受けたバンドがアメリカ国外から現れた。また、80年代に活動していたバンドも、ロクリホーマなどのフェスティバル、あるいはツアーで活動を続けている。このムーブメントに関しては、ミュージシャンからも批判が出ており、 ハノイロックスのメンバーで80年代後半にソロ活動をしていたマイケル・モンローは今の連中は流行っているからメイクをしているだけであまりに不自然と語っていた。また、ニューオーダーは1987年に発表したタッチ・とバイザー・ハンド・オブ・ゴッドのビデオクリップで同様にスラッシーメタルバンドの MOD は1989年のトゥルー・カラーズのビデオクリップで グラムメタルのパロディを演じていた。一方、グラムメタルとして扱われていたバンドの側にも、批判的な意見は届いており、イナフズナフのメンバーであった、トニー・ B は、音楽を表すやり方として、ああいう見た目にしていただけなのに、そういう風に扱われるなんて思っていなかったから、ショックだったと、ポイズンの CC デビルは、デビット・ボーイがメイクすると、天才と言われるのに、俺たちがメイクすると、 女装したバカと言われる。メイクをやめたことで音楽を真面目に捉えてくれる人が増えたことは確かで、それは音楽を制御としている人間にとっては最も重要なことと語っていた。1980年代以降、2000年代以降、ありがとうございます。